こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。マルターズウッドマン前に行きそうです。アッティカス、それに続いています。さらにはマルターズアップル、10番スマイルインザー、その後ろ。この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。先手を取ったのはカワチシュール、並んで1番マルターズアップル、アッティカス、この馬もこのグループ。その外からスマイルインザー、並んで5番ケープウィングス、レインボーアイランド、すぐ後ろ。すぐ後ろにカリスマランド、並んで13番フィールドイージー、ギャロップキャスト、この馬もこのグループ。ジャガーマカー、すぐ後ろ。しんがりからオリーブゲーリック、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1番マルターズアップル、一気に先頭に立ちました。その外からサークルボールド、その隣にマルターズウッドマン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。スマイルインザー、まだ粘っています。サークルボールド、ほとんど差がありません。マルターズウッドマン3番手、カワチシュール、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカワチシュール。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアッティカス。アッティカス先頭、ビークス&バレーズ追いすがります。アッティカス、アッティカス1着、2着にはどうやらビークス&バレーズ、アッティカス。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭はアインポジティブ、アインポジティブ先頭。2番手はサクラウッドマン、アインポジティブ先頭。 MI ブラ追いすがります。アインポジティブ先頭だ。アインポジティブ、アインポジティブ1着、2着にはどうやら MI ブラ、見事に勝ちました。アインポジティブ、 MI ブラ、わずかの差で勝利を逃しました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はオフサイドトラップ、オフサイドトラップ先頭。あと 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。オフサイドトラップ差を広げる。2番手はサクラチトセオ、オフサイドトラップ1着、オフサイドトラップ完勝。オフサイドトラップ1着、2着はサクラチトセオ、これが G1 馬だ。オフサイドトラップ